まあ、ということで、まあ、ここまでは考察です。家庭の話ですけど。まあ、まあいいです。で、お待ちかね、餌タイムですね。お待ちかねのミルアームタイム。ね、あの、卵を産んだ、あの、カマキリっていうのは非常に寿命がね、短くなる。おそらく、なると思うんですけど。これなぜかっていうと、あの、カブトムシとかもそうなんですけど、交尾すると、寿命が少なくなるんですよ。まあ、体力を消耗する。で、卵を産んだメスとか、それも、あの、非常に寿命が短くなる。傾向にあるんで。まあ、そっから考えると、まあ、カマキリも、おそらく昆虫なんで、だからおそらくというか昆虫なんで、まあ、ほぼ間違いなく、はい、ミルアーム君ですね。おそらく間違いなく、寿命が少なくなるはずなんで、まあ、ちょっと、ね、栄養をつけてもらう。はい、カマキリ。ほらほら、ほら、ほら、痛い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 、俺の、痛いー。痛い、俺、食うな、食うな、痛い、痛い、あ、痛い、あ、痛い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 、助けて、痛い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 、助けて、めっちゃ痛い、カマキリ噛まれた、食われた。今、思いっきり俺の噛まれたわ、マジで。これ、餌だと認識してるだろ、おい、お前。ほら、離せって、あ、痛い、マジで話して、本当に痛い、俺、本当に痛いから、口、あの、あー、カマが痛い、今。本当に話して、マジで。カマキリ、おい、本当に話さないと俺死ぬわ。マジで痛いから、本当に食い破られるわ、マジで。本当に。いった、カマすっげえつぜさっき噛まれたんですよ、僕。カマキリに。ほら、話せ。ほら。話せって、マジで。話せって。言ってって。痛い、痛い。痛い、痛い。あー、痛い。カマキリ本当に痛い。これ冗談じゃなくて痛い。カマがね、本当にね、あの、本気出してくんのよ。おそらくね、卵を産んだことによって、相当腹が減ってるんでしょうね。めっちゃくちゃ。やめてマジで言ってマジで言って半端ねえ、こいつ。言って、カマキリがこんなに凶暴なんて思わなかった。言ってマジで噛まれた、本当に。俺、この指をさ、餌だと思ってさ、本当に食ってくんのよ、マジで。カマキリで、カマで本気でこうガシってやってさ、あのさ、思いっきりさ、あの、牙でさ、噛んでくるのよ。ほら、お前これだ、お前の餌これだろ、ほら。俺、ういちゅ。お前の餌これだろう。ああ、本当に、死を覚悟したな、ちょっと。恐怖を覚えたわ、カマキリに。いってえ、マジで。いってえ、マジで。